バーチャル乗務員の徹子です。今日の鉄道ニュースは、今度の年越し終夜運転する路線、市内路線です。例年多くの初詣利用者の足として利用されている大晦日から元日にかけての終夜運転、都市部の鉄道、特に沿線に大きな支社がある路線は参拝客のために夜を徹して運行している路線が多い。また年越しのカウントダウンイベントなどに参加した人が帰宅のために終夜運転を利用するケースもある。都市部ではこの時期の終夜運転は鉄道の風物詩でもあり、新年を祝うヘッドマークの取り付けや特別列車の運行など力を入れている鉄道会社も少なくない。しかし今度の年越しはコロナ禍により例年とは大きく違う姿となりそうだ。コロナ感染者が全国的に増加する中、感染拡大を防ぐために人が多く集まるイベントは難しくなってきている。有名な寺社では、年が明ける前から参拝者が列をなすのが例年の姿だが、果たしてこの年越しはそういったことが可能になるか気にしている人も多いのではないか。鉄道事業者の判断はどのように分かれただろうか。終夜運転についての発表が早かった鉄道会社は東武鉄道だ。沿線に武蔵井大師や浅草寺などの有名寺社を抱える同社は11月12日、今回の年越しは終夜運転も終電の延長も行わないと発表した。同社は2019年から2020年の年越しでは東武スカイツリーラインや大師線で終夜運転を実施したほか、東上線では終電繰り下げ、始発繰り上げを行っていた。昨年の発表は12月13日で、今年は約1ヶ月も早かった。東急電鉄も11月16日終夜運転を行わないと発表した。同社は2019年から2020年の年越しの際は東横線、直通するみなとみらい線を含むで実施し、田園都心では終電繰り下げと始発の繰り上げを行ったが、今度の年越しは全線で終電繰り下げ、始発繰り下げも実施しない。以上、鉄道ニュースでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。